今回その画像を皆さんにもお見せします。うん、行きます。3、2、1、ガーン。こちらです。あ、お前に一言物申す。こいつ誰だよ。江頭さんですね。あんた最高だよ。これ誰だよ。江頭さんですね。うおドーン。こいつは誰。江頭さんですね。完全に俺じゃねえかよ。俺この店行ったこともないのに常連のように扱ってるじゃねえか。確認しますけど、ああこの下のお店は本当に行ったことないんですか。俺一回も行ったことない。そこ行ったことあるとブレるんで大丈夫です。そこは行ったことないし、池袋のこちらのお店なんていう名前だっけ。初めて聞くし、俺絶対行ったことない。で勝手に使われてんだよ。ああ、これ完全に江頭さんのスタンプですよね。完全に俺の。これ見て驚かないでくださいよ。ああ。ここからはショッキングな映像が流れます。覚悟してみてください。ああ。3、2、1、ファイヤー。たい焼き？なんだこれ？あるアタオカの方からタレコミがありまして、うん、こちら移動販売で売っているたい焼き屋さんらしいんですが、うん、ここをよく見てください。ノーパン村村民アタオカ割引中。村民50円引き、アタオカ20円引き、最後にドーン。しかも勝手にノーパン村のロゴが使われてるんですよ。ちょっと見てください。待って、あれちょっと待ってください。エガチャンネルのこれ、あ、しかも下もだ。エガチャンネルの動画の静止画にして思いっきりポップになってるじゃないですか。本当だ、これラムタラに入ったとこ見たのかなって。ラムタラちゃっかりしてるな。これだって案件じゃないですもんね。これ案件じゃないよ。こっちにもなんか、こっちにもあんの？マジで？これあれ、江頭さん、ラムタラとこう CM 契約結んでますか？全然結んでないよ。これ色変わってもだいぶ長いこと置いてる。みんなもラムタラに行こう。ちょっと店長に一言言わないとな。無駄、連絡は来てないですよ。あ、全然連絡来てない。店長、ありがとうございます。いつも俺の写真が何枚も使われてんだけど、あれどういうこと。前買ってくださったんです、福袋。それは許していただきたいですよ。許すよ。だけどそれ相当の筋ってもんがあるでしょ。やっぱり、はい、割引券。こんなに男がいるんだから割引券は欲しいよ。割引券ですか。うん、結構がっつりと、うん、写真を使われてますもんね。しかも言葉で、はい、みんなもラムタラに行こう。これはどうしようもない宣伝ですよ。わかりました。うん、割引券出しましょう。おお。あとついでに言うと、ふぶきけいちゃん、はい、グラビアアイドルの、はい、その子が、はい、もしここでサイン会した時は、はい、俺にちょっと先に知らせてほしいんだ。こっそりこっそりね、お願いします。もちろんです。よし、もちろんです。OK。